おはようございます。今朝も蔵前神社に来ました。この間も蓑座ちょっと見ましたけど、日にちが経ってるんでどうなってるかなと思って、こう咲いてきてますね。綺麗ですね、蓑座。もっと膨らんできますよ。ここの蔵前神社のミモザはね、満開になると結構日中でも、平日の日中でもいっぱい人が来ますよ。写真撮ってね、バックにしてこう撮り合ったり、写真をねなんかしてますけど、でこの角度でね、右側奥にちょっと見えると思うけど、ミモザのが左になって、その奥でこっち側の早咲きの桜なんですけど、まだ咲いてないですね。でこのミモザが咲き始まって、しばらくして早咲きの桜が咲いて綺麗なんですけど、桜の方が先に散っちゃうんですよ。ミモザはずっと残ってて、この桜とミモザの構図が綺麗なんですけど、もう少しですね。桜は上の方なんで、ちょっとつぼみが出てるかどうかはちょっとわかんないな。それではそろそろです。またちょこちょこミモザの経過を報告しますんで、よろしくです。またねー。